3回、なえ、準備の巻です。悩んでる人へヒントになればと思い作りました。前準備って何を準備するの？この前は前準備の例えで、テスト前には復習、走る前には体をほぐす、ご飯の前にはお腹を空かすみたいな感じだよって話したのは覚えてる？なんとなく。前回出てきた前準備についてもう少し詳しく説明するね。前準備をするとどうなるかというと、自分が望む結果になりやすくなります。行動を起こす前に何に意識を向けさせるのかで、自分の望む方向へ引き寄せしやすくなるのです。身近でよくあるのは、ドラマで恋人関係を演じるとプライベートでも親しい関係になることが多いよね。この場合の意識は相手へ、好意へ多く向いているよね。さらに演じることで恋人関係のような行動もしているから、より好意を持ちやすくなるんだよ。なんとなく分かってきたかな？嘘でも手をつないで歩くと仲良くなりやすいってこと？そう、そういうこと。嘘か本当かは関係ないの。何に意識を向けさせるかがポイントなの。放課後、ひかるくんと掃除当番なんだけど、ひかるくんとどう接すればいいのかよくわからないんだよね。いつもの女で良いと思うよ。いつものって？前準備的にはどうすればいいの？そうね、例えば親密度を上げるにはそのことを考えたり、相手にそのようなことをしてもらえばいいから、机を一緒に運ぶっての波動？机を？机を一緒に移動する、机の移動を手伝ってもらいたい。じゃあどうするのっていうと、いろいろな頼み方があるけど、どれが良いと思う？机を運んでを頼むときは、1. ちょっと手伝ってよ、命令口調。 2. 遊んでないで手伝いなさいよ、手伝ってくれないと先生に言いつけるよ、命令プラス脅迫。 3. 一緒に運ぶの手伝ってくれる？お願い。どれがいいかな？ 3. の遊んでないで手伝いなさいかな。それだと机は運んだとしても心の中がモヤモヤしちゃうよね。机を運ぶことだけが大事じゃないの。次に繋がるようにできればひかるくんが進んで運ぶように持っていきたいよね。私ならこう話すかな。ひかるくんはいつも女子に優しく、ちょっとそんな、それではまたお楽しみに。